今年は苦手なことに向き合って自分自身レベルアップしていけるように頑張ります。それからチームにとっていい影響となれる存在になれるように頑張ります。今年の抱負は卓球の技術だけではなくて、卓球技術いいよ卓球技術の他考えなくていいよ、卓球技術頼む。あと人としても成長できるような年にしていきたいと思います。今年は西村監督の教えである合理的なフォアハンドや人間力向上できるように取り組んでいきます。そのために自分の言動や行動に責任を持ち、一日一日を大切に何事にも全力で取り組んでいきます。今年は全ての行事に最後という言葉がついてきて、自分にとってだけではなく西村監督やOG の方々、いろんな富士大学を支えてくださっている全ての方にとっての最後ともなるので、それ自分だけではなくスローガンを OG の方々と一緒に考えたように、6名と監督と全ての富士に関わる方々で最後いい終わり方ができるように日々の練習に全力で取り組んでいきたいと思っています。また今年から主務を務めることになったので、監督や仲間から信頼されるようしっかりと仕事をして、家族のようなチームを目指して頑張っていきます。よろしくお願いします。今年から主務を務めさせていただくことになりました。日頃からご指導ご支援いただきありがとうございます。私の今年の目標は春リーグと秋リーグでシングルスもダブルスも全勝してチームに貢献することです。とまた最後に西村監督がこの6人で良かったと言っていただけるようなチームを作っていくようにしていきたいと思います。